こんにちは、もじべーです、今日は糸の変え方、見ていただきます。三味線の糸、こういうふうにここに紙で閉じてあります。まず新しい糸のこの閉じてある紙をこう引っ張って詰めてパサパサパサってやると、こういうふうに取れますから、スポッと取る。で、これあちこちに捨てないでくださいね、ちゃんとしまって後で捨ててください。で、そうしましたらば、糸の端っこを持って折り目がつかないようにそっと糸をこうやって伸ばしていきます。折り目がつかないようにそっと伸ばしていくと、全部外れてこういうふうにバネ状になりますから、こうなったら一度糸は置いておきます。今3の糸を変える、3の糸、一番細い糸を変える、変え方をやっていきます。3の糸の糸巻きを緩めます。で、緩めて引くと取れますので、糸巻き側を外したらば、今度ここのネオ側の糸を外します。両手でネオを持ってグッとネオ自体を開くと抜けます。で、外した糸はくるくると丸めて、何かに使うことがあるかもしれませんから、これはまた保存しておきます。さて、先ほど開いた糸なんですけれども、どちらかに色がついてます。ここに銀色がついてるの、端っこに見えるかしら。銀色、これを習慣的になんですけど、銀色がついてる方をネオ側、三味線のネオの側につけるようにします。まずこの銀色のところをネオのこちら側からこういうふうに出します。出したらばこういうふうに丸を作って、上からかぶせて両側から引きます。そうすると止まります。もう一回やります。銀色の側をネオのこちら側から、竿側から通して向こうへ出します。そしてこういうふうに丸く重ねて上からかぶせる。そして両側から引く。そうするとここで止まります。さて、そしたらば、ここの駒の糸道から糸を外した状況で、このように伸ばしていきます。このようにぐーっと伸ばして、さらにここで軽く引っ張って、糸のカールを取っておきます。できる限り折り目ができないようにしてください。細い糸を使うときは、折り目ができたらもうその糸は使うなと。修行中に私は言われました、はい。さあ、この端っこ、糸巻きにはこう穴が開いてますよね。当然糸を入れるための穴が開いてます。この穴に通します。この頃ますます老眼で通りにくいんですけど、これ通します。そしたらば半分回します。半分回すとこの反対側が出てきますよね。ここで普通にこの肩結びに、普通に肩結びにする形でスッと引っ張って巻いていきます。そうするとここで止まるわけです。こういう結び方をしておけば、先ほどのように、強く引っ張ればパチッってこれが抜けることになります。順序よく巻き上げていってください。他の糸も参照していただくと分かるけれども、こういうふうに順序よく巻き上がってますよね。これがバランバランに巻いてあると、こう演奏中にこれが巻きたるみがカチッと戻って突然調弦が下がったりします。3の糸は今普通に肩結びのようにしてここで止めましたけれども、
2の糸と1の糸に関してはここ見えますか？お団子結びになってます。これは普通にお団子結びにすればいいということです。ということでこれで調子を合わせていきます。調子を合わせていきますが、この時糸が伸びるので、よく伸ばします。こうやって上から下まで伸ばしていきます。ほら、こんなに伸びるんですよね。伸びてるの分かりますよね。今これでちゃんとした調和に合ってますが、これをこうやって伸ばすとこんなに下がってしまう。ということで、下がりが目立たなくなるまで伸ばして糸替え終了ということになります。